シュバーベンコー夫2世は、エッツォ家のロタリンギア宮中博、シュバーベンコー。夫は、ロタリンギア宮中博、エッツォとマティルデの間の息子である。弟ケルン大司教ヘルマン2世は、皇帝ハインリヒ3世とロートリンゲンコー、ゴットフリート3世との争いにおいて、ハインリヒ3世を支持した。1034年、党、エッツが死去した。 オットーの兄ルドルフは1031年にすでに死去しており、オットーが父の後を継いでロタリンギア宮中博となった。1045年4月7日、ローマ王ハインリヒ3世は自身が持っていたシュバーベン行為をーに与えた。その代わりにオットーはロートリンゲン宮中博位をいとこハインリヒ1世に譲り、またオットーの領地であった。 ライン川中流の所をカイザー・スベルト及びデュイスブルグはハインリヒ3世に譲渡された。1047年、オットーは自身の城であるトンブルク城で突然死去した。オットーはフランドルハクボードアン5世による侵攻に対する皇帝の遠征の準備の最中であった。オットーはブラウバイラー修道院に埋葬された。1048年、 皇帝は、夫を二世の後継として、夫をフォン・シュバインフルトを、シュバー・ー・ベンコーに任じた。夫は、エギスハイムハク・フーゴ六世の娘と結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。